こんばんは。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 ああ、皆さん、9時になった途端にいっぱいありがとうございます。来てくださって。あゆみちゃんって、あゆみです。こんばんは。あ、そうだ。あれだ、ツイッターにお知らせしますね。あ、ツイッター行きましたかね。どうだろう、わかんないけど。皆さんありがとうございます。こんばんは。いたかな、ツイート。どうでしょうか。久しぶり。お久しぶりです。なんかすごい嬉しいですね。こうやって配信を通して皆さんと一緒に絡めるっていうのが。クッションかわいいって。そう、これね、数年前の数年前にディズニーでお母様に買ってもらったやつ。やつとか言って、はい、お久しぶりですって。あ、チャイコさん、ケーキありがとうございます。そう、あのね、今日は何ですか、まあすごい遅れてしまったんですけど、約12日くらい遅れてしまったんですけど、遅めの遅れたの、何ですか、12日遅れの誕生日配信かっこ仮みたいな感じでやっていきたいなって思ってて、で特に今日何するかとかもなくって、特に企画とかもないんですけど、ゆったりと19歳初の LINE ライブ、ゆったりと自分らしくやっていきたいなと思ったんで、皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、そうですね、まあ、今日は1時間じゃなくて30分くらいで終わろうかなって思ってるんで、その30分でたくさん皆さんと絡めたらいいなって思ってます。はい、萌えゼリフ最高でした。あ、あれか、ツイッターのなんだっけ、アイドル萌え、萌えアイドル萌え選手権みたいな、アイドル萌えリレーだったっけな。そう、あの AKB48 の武藤智ちゃんからバトンが回ってきまして、やるしかないと思って。すごい自分らしくないんですけど頑張りました。まだ見てないよって方はぜひ私のツイッターに飛んで見てみてください。はい、やっぱいいですね、なんか外出自粛だからこそできることを、なんかいろんなタレントさんとかアイドルさんとかいろんな歌手の方とかできることをツイッターとかでリレーとか最近よく見るんで、頑張れ日本って思いましたね。めっちゃ吠えてる、ワンワン言ってる。普通に萌えゼリフだったって。はい、こんばんは。こんばんは。なんかいいですね、
なんかこうやって何ですか、こうやってなんかファンの方とコメントで話せるのもいいし、なんか今あれですよね、なんかビデオ通話、なんかビデオで全員のビデオで配信できるみたいな、なんかそういうのもやりたいなと思ってて、でも何のアプリかよくわかんないんですけど、ファンの方のお顔も見たいし、見たいです、とりあえず皆さんに会いたいです。NG 編も見たよって、 ありがとうございます、 KJ さん。そう、 NG 編は昨日のストーリーに載せました。はい、今日のリップどこの、今日のリップはね、今日のリップはちょっと待ってくださいね、今日のリップはこれです。ツリーのリップです。めっちゃ可愛いんですよ、色こんな感じこんな感じ。これはヘアメイクさんからもらいました。アイミーあげるって言われて、いいんですかってなって、めっちゃ嬉しかったです。よいしょ。あ、事故。おうち時間は何してますか？あ、中ちゃん久しぶり、元気ですか？おうち時間は、なんだろう、でもなんかずっとゴロゴロしてるとかそういうことではないですね。私ひたすら何かしてるなんか何かしらしてます、私。なんかこの間はツイッターとか SNS の写真をもうひたすらお家で、何時間だろう、6時間くらいもうぶっつけでずっと撮ってて、あ、この写真気に入らないとかなったらもう何回も消して撮っての繰り返しをしてて、とか、あと何ですかね、今なんだろうな、まあ、頑張ってることもあるので、それも今日も頑張りました。あとはそうですね、やっぱライブ、まあインスタでも確か言ったと思うんですけど、まあ、体がなまっちゃうじゃないですか、やっぱりこんなにライブもしないでずっとお家にいる期間が長いっていうのが、なのでやっぱふわふわのね曲とか踊ってみたりとかそう、なんかまあないとは思うんですけど、振りを忘れるとかね、もしかしたらあるかもしれないんで、ちゃんと踊ってます、ちゃんといつでも。はい、今もうコロナなくなりました。はい、今からステージにふわふわ出てくださいってなったら、もうすぐにビューンって行けるように準備万端にしてます。はいあとは体作りですかね、なんか自分の体のコンプレックスとかを直すストレッチとか、そういうのも今結構集中的にやってます。はい、そんな感じですかね。あとは、あ、そう、これ多分まだ SNS とかには言ってないと思うんですけど、結構前、まあ、ちょっと前になんと欲しかったスイッチのコーラルを手に入れまして、あと動物の森も手に入れまして、まあめっちゃハマってるってわけじゃないんですけど、まあちょこちょこと隙間の合間時間っていうか、なんかちょっと時間があるときにあつ森森してますはい、ちょっと今度はもうそれも写真撮ったんでね、インスタか、まあ、ツイッターかに写真載せたいと思います。はい、あ、皆さん、あ、私あの
途中から来た方いると思うんですけど、あと20分後には終わってしまうので、たくさんお話ししましょう。はい、ポケモリ卒業。いや、それがですね、私まだやってるんですよ両立してるんですよ、うまく。なんかポケモリはリリース時からずっとやってるんで、なんかやめたくてもやめられないみたいな、なんか頑張ってここまでやったのに、え、今やめちゃうのみたいな。しかもまあヒナとか、同じファーファーメンバーのヒナとか、あとハライチステージのアンちゃんとかマリンちゃんとかもやってるんで、一緒に楽しみたいなってことで飽きてないですはい、そのクッションの黄色持ってる。あ、そう、なんかいろんな色あったこれ。最近またポケモリ流行り始めた。あ、本当？あ、招き猫ありがとうございます。今の誰だったんだ。あ、ナップルさんありがとうございます。招き猫、ほうほうほう、久しぶりの DS めっちゃ新鮮だった。あ、DS か。 DS はね、なんだっけ、集まれ動物の森ん、え、違う、あれ、あ、集まれ動物の森はスイッチか。なんだっけ、飛び出せは 3DS じゃん。なんだっけ、おいでよだ、おいでよ動物の森だ。そうだそうだ、おいでよ動物の森、懐かしい。私唯一おいでよ動物の森は自分でカセットを持ってなくて、あの近所の仲いいお友達がいるんですけど、まあ自分その時小学生くらいで、近所の友達と遊ぶたびにやらせてもらってました貸してって言ってはい、まあ、そんな感じですね。はい、もう今すごいですよね、スイッチ全然手に入らなくて、なんかまだ私の時はギリギリ手に入って、もう本当にギリギリでした。はい、あ、そう、なんかさっきコメントで来てたけど、19歳の目標はみたいなの来てた気がするんですけど、19歳はなんかこれといった大きい目標は特にないんですけど、まあとりあえず自分らしくいることはもう毎年毎年の自分の中での目標なんですけど、まあその自分らしくいることと、あとはそうですね、あ、そう、インスタでも言ったんですけど、やっぱ18歳と19歳って私の中でめっちゃなんて言うんですか、大人の差を感じるというか、まあ個人的な意見なんですけど、あくまでなんですけど、まあ19歳は、まあ、自分が苦手って言ったらちょっとあれなんですけど、まあ大人な自分に、自分を皆さんにお届けできるように、まあ、そういう面でも頑張っていこうかなと思っております、まあ、大人な私をお届けできたらなって感じです、19歳は。はいまあそんな感じですかね。特にこれとか、私は絶対にこれになってやるとか、なんかなんかなんだろう、そういうのじゃないんですよね。なんかそういうのもすごく大きい目標を持つのはもちろんいいことなんですけど、19歳の私はそうじゃなくて、まあその大人とか、まあ、小さい目標でもそれを大きくできるようにというかまあそんな感じです。はい、まあとりあえず頑張るので、皆さん19歳の中野歩美もよろしくお願いします。はい、あ、みさき、ホールケーキありがとう、嬉しい。そう、今年はねケーキたくさん食べました、自分の誕生日に。
多分今までの誕生日の中で一番ケーキ食べたんじゃないかな。もうびっくり。あのそう、その自分の誕生日の前日にふわふわのお仕事がありまして、その日もねふわふわにサプライズしてもらって、いや本当にびっくりしました。その時もケーキ食べましたし、そんな感じですかね。はい、逆に皆さんは外出自粛期間何してるんですか？気になる。あ、そう、あと私あれだ、アニメとか映像系も見ます。アニメとかドラマとか映画とか見てます。はい、まあドラマといえばね、同じふわふわメンバーの赤坂が出演してるギルティ、あれ本当に面白いですね。やばい、ハマっちゃうあれは今3話まで見て、来週はなんかスペシャル企画みたいな感じだった気がする。いや面白い。ギルティ見てる方いますかね。本当に部屋の片付けしようと思いつつなかなかできない。あ、部屋の片付け、私もね、あの私ベッドが2段ベッドなんですよ。2段ベッドの上の部分が部屋にあって、下の部分は弟が使ってるんですけど、あの別の部屋でね、その私の2段ベッドの上の部分の、まあ、下のベッドがあった部分にスペースがあるじゃないですか。そのスペースになんか冬服とか夏服とかをいろんなのバーってなんか畳んであるんですけど、そういうものとか、あとなんだろう、紙袋とか皆さんからいただいたプレゼントとか、あとファンレターとか、あとなんだろうな、まあ、とにかくいろいろあるんですね。そこをめっちゃ整理整頓して2時間くらいやってましたね。めっちゃ綺麗になりました。でもお片付けいいですよね。このこういう機会だからこそできるっていう、いいと思う。ギルティまだ見てないからネタバレしないで。あ、了解です。いや本当にね、一言もう最高。本当に事務所に手作りのプレゼント送ったんだけど届いたかな。え、本当ひなりんありがとう。そう、あのね、やっぱコロナだから外出ちゃいけないんですよね。だからまだ手元に届いてなくて、コロナが多分収まったら全部皆さんからいただいたものちゃんと手元に届くので、そこは安心してください。本当に届くの楽しみにしてるね。はい、さっきカップケーキ作ってた。え、すごい、女子力高い、すごいな。そう、なんかお菓子作りはするより YouTube とかで見る方が好きなタイプですだからみんな作って私に持ってきてねはい、お、スマホのゲームとかやっぱアニメとかドラマとかかな。一番好きなケーキは何？一番好きなケーキ、モンブラン、栗のモンブラン。ずっと鬼滅見てる、今19巻。お、漫画かな。朝早い時間にランニングしてます。えらい、もうね今免疫力をね高めなきゃいけない 時期、免疫力を高めなきゃいけない時期なので本当にそういうのは大切だと思います。はい、
あーもうダメだ、ファーファーの曲聴くとライブしたくなっちゃう本当に。もうそれでこの前本当になんか泣きそうになっちゃって、ライブがしたさすぎて本当にこれ本当にガチなんですよ本当に。いつできるんだろうみたいな、いろいろ考えてたらなんか涙がここまで来てて危なかったです。ここおすすめの YouTube チャンネルありますか？でもね、最近になってまた自分の中で YouTube をいっぱい見るようになったんですけど、でもまあ、さっき言ったお菓子作りのYouTube をひたすら見てるとか、あと魚をさばく、ただ魚をさばく YouTube を見てたりとか、あとはゲテモノを食べる YouTube を見てたりとか、あとなんだろうな、チャンネル YouTube チャンネルなんだろう、なんだろうな、あ、でもカップルチャンネルは私よく見ます。めっちゃ癒されるんですよ本当に。もう本当見てるだけで幸せなんで本当。変な動画ばっか見てんね変ですかね、変なのかな、これはどうなんだろう。気まぐれクックって、あ、そうかな、よくわかんないけど、なんか確かそんな感じだった気がするような。病んでると勘違いされそう。病んでないです。病んでないですよ皆さん。今日も平常運転。都市伝説動画ばかり見てます。あ、都市伝説動画ね、私も見る、見るよ、見る見る見る。でも一人で見れないから怖くてだから妹と一緒に見てます。見てると魚がさばける気がしてくる。まあ分からなくはない。最近 YouTuber パパラビーズにハマってる。あ、パパラビーズですってやつかな、多分田中賀さんとかジンジンさんとかだよね多分。 ASMR は、あ、ASMR、 私 ASMR はあんま見ないかもしれない。一時期めっちゃハマってたけど見ないかも。誕生日同じなのって、え、本当に？おめでとう。何歳になったんだろう。ルナおめでとう、嬉しい。あ、ちなみにね、4月7日ね、アトムと一緒の誕生日だよ。お、あと5分くらいです。5分。あ、ミックさんティアラありがとうございます、嬉しい。あ、なかちゃんさんダイヤモンドの指輪をありがとうございます。指輪つけた、指輪をつけた。昨日外でカエルが鳴いてて癒されたよ。いいですね、春らしいですね。カエルって春なのかな、ちょっとよくわからないけど、いいですね、そういう些細な出来事が癒されますよね。あ、チャイコさん、お、王冠ありがとうございます、嬉しい。じゃあ王冠もかぶります。はい、
チャイコフさんの王冠をかぶりました。あ、サンリオ投票ですか、グデタマ投票してますか。私しました、ツイートもしちゃいました、ちゃっかり。手本当に綺麗って、いや私自分の手嫌いなんですよね。自分の体の中のコンプレックスの一つとして自分の手です。本当になんかシワが多いシワが多いんですよ。ほらなんか子供っぽい、あとなんか大人の女性の大人の方の手ってすごいスラッてしてて手が真っ白でなんか今にも溶けてしまいそうな手みたいな感じなんですけど、なんか私白くもないし、なんか焼きまんじゅうみたいな色だしみたいな、手を変えたいですね。シャキーンって、何言ってんだろうはい、皆さんグデタマに投票してくださいね。グデタマちょっと去年からこういう感じなんでランキングが皆様ご協力よろしくお願いします。今シナモンすごいですよね。シナモンくん、シナモンくん可愛いけどね。スクショタイムはね最後にする、いやもうした方がいいか時間的にいや皆さん本当にもうありがとうございます、来てくださって。じゃあスクショタイムしますね。はい、じゃあこのミッキーのマカロンのクッションを抱いて撮ります。はい、チーズ。はい、おしまいあ、みんなスクショありがとうございます。30分早すぎる TT、本当に早いよね。早いけどご飯の時間がありまして行かなきゃいけないんです。ミッキーだったの、そう、え、そうミッキーだよこれ、ミッキー、ミッキー。あと2分、いや本当に来てくださってありがとうございます。ツイッターとかも、まあ、こうやってね皆さんに会えない期間は多分もうちょっと続くと思うんですけど、それなりに私もSNS 頑張るので、ぜひぜひ Twitter とかインスタとか私のお顔を見てください。そして依存確認をしてくださいはい、またやってね、もちろん。またやってほしいな、やるよ、やるやろう。はい、じゃあそれでは、皆さんもいい夢を見てくださいありがとうございました。バイバーイ。あ、アーカイブ残すので何回も見てね。バイバーイ。